多分私じゃなくていいに余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たち合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのはいや私ばかりなんて言葉もなくなって